もう完全ホールですね。ホールだな。はい。やっかー。いやー、ありましたね。はい、フックは軽げば。まずボトムに着いたら、はい、まずスローピッチですね。ボトムに着いたらスローピッチ。水面に対してラインの角度は90度になるように。そしたらこれ今流れてるんで、はい、顔ちょっと落とし気味にしてあげます。はい、で必ずホールを入れてあげるっていうのがコツになります。あ、まあスローの場合ホールを意識して。そうですね、ホールといってもですね、はい、しゃくった後に一旦曲がって竿が戻る。これが戻った瞬間にヒラッとホールしてるんで、これ絶対してあげるってことですね。誘うときはもう入れっぱなしでこう誘って戻してあげる、はい、ピンと戻してあげるってことですね。この竿が跳ね返るような動きでホールになるってことですね。跳ね返ったときに一瞬ラインが緩んでるので、そのときにジグがヒラヒラとホールしてるってことですね。ラインの緩みでまあこういうことの間、ホールなので、この時に大体食ってくるケースが多いですね。当たるケースが多いです。ロングホールっていう技ですね。はい、ロングホールっていうのはこういう風に上げて、ゆっくり上げて一気に落とす。もう一回、まあ、ここで一回転してから上げる。コツは落とす時に巻かないです。あ、落とす時に巻いて上げる。上げる時に巻く。上げる時に巻いてで落とす。こういう感じですね。巻いてこれをなるべく綺麗にしてあげる。つなぎを綺麗にしてあげる。こういう感じ で2枚以上なんか潮がおかしいときはこう2回入れてあげて、こうゆっくりやる。2回巻いてゆっくりやる。であとこういうスロービッチを織り交ぜてコンビネーションで、コンビネーション、これスローの2分の1、2分の1で4分の1、4分の1、1分の1、ロングホール。こんな感じ綺麗にコンビネーションでいろいろつなげてあげると結構魚の反応がいいことが多いですね。はい、今回アカムス釣りに使ったこのジガーライトシリーズという針ですね。ジガーライトの特徴はといいますとですね、今までの線材と違ってタフワイヤーという新しい線材を使っています。このタフワイヤーの長所というのはですね、非常に強い、まあ普通の線材に比べたら 20% 以上強くなってますので、逆に言えば細くできるということで、この超細軸の針がこのジガーライトシリーズの一番の、特徴になります。あ、細軸、新素材で細軸、そして新素材、強いということですよね。そうですね、はい、でこのジガーライト、にもですね、今のところ、2種類リリースしてあります。2種類、はい、まずは早掛けですね。この針の特徴というのはですね、広角ストレート、かなりロングテーパーな針先を持ってる針ですね。まあ、あのバイトはどういう時に使うかというとですね、まあ、あのまとわりつくようなあたり、体にどこでもいいのでもとにかくかけるっていうコンセプトで作られた針になります。なるほど。で次にですね、このホールドという針はですね、口の中に吸い込ましてしっかり口にかけるよっていうような、設計にしてあります。一貫バーブを抜いたらですね、ここにある面と点でしっかり、魚肉を抑えるので、非常に赤ムスなんかのバレやすい魚でもしっかり最後まで上げてきます。ホールドが結構得意な針ですね。名前通りの針になってます。なるほど。これがまあサイズが、2番と3番それぞれあるということで。そうですね、10から70まで出てます。赤ムス釣りに最適なのは今のところ10から230ぐらいまでがおすすめですね。はい。